手をちょっとかざしたらがんの兆候は手に感じないからことによって消えてるかもしれないって言って病院行って検査してもらって消えてる。メンタル面での苦悩が感情を通して出てた。要するに私たちが病むっていうね、この病むことをどう捉えるかによって、あの冒頭の医療費がどれくらい済むかってことを簡単に解決できちゃうわけなんですけど、空海がね細かく言ってるのはね、体の病王子といえども6つって書いてあるね、死大食い棒ってね、それから食いってのは鬼、脅威ですね。なぜ病んだのか、ね、そういう結果が出たのか、じゃあその結果を医療関係者も真実のところを伝えてあげたら、ね、取り組み方が全く違ったところになる。で薬でごまかすとかっていうところから脱却した新しい視点が出ます。私たちが意識で気づかないところを体の知性っていうのは自律神経系やホルモン系や免疫系できちんとやってくれてる。鎮痛剤飲んで痛みが消えるイコール鎮痛剤は病を治したんだって発想がよくあるんですけど、これは治したんじゃなくて、治したのは生命体治癒の治癒力なんです。自然治癒能力は治したわけで、普通の人体を見る内科とか、ね、婦人科とかその他いろんな疾患に対しては外科が役に立つ世界はいいけど、それ以外はほとんど役に立たないと言っていいくらいなんです、ね、そのことに気がつくだけで、逆に言うとドイツのようにもう西洋アンチ西洋学になる人たちがかなり増えるってことなんですね。どの階層から起こっているかってことが分かれば、それを変えれば簡単に済むことを、他の階層でやってもね無理なことをもう無理で、それでも気づかないから医療関係者も患者さんもそれで一生懸命やる、ね、そこにはもう治らないどころか薬の副作用がどんどん積み重なると同時に薬も増えていく。だからチャクラの役割っていうのはメンタルから感情肉体で、感情から肉体といろんなね、あるいはもっと高次元から来る場合といろいろありますけど、すごい役に立つこと。人間が手を下してことをやっていくものが医療の世界でも相当減ってくるであろうっていう。私なんか一尺以上長い針とか薬針とか特殊な太いのとかいろんな針を結構使いこなしちゃってるんで、まだそう簡単にロボットが私の役割はできないと思ってるんですけど、で最終的には私たちができるのはもうロボットの知性がいろんなことをやってくれちゃうとなると、結局創造意志の発動、これだけは私たち。